ヘンリー・フェアフィールド、オズボーンヘンリー・フェアフィールド・オズボーンは、アメリカ合衆国の古生物学者、地質学者である。有生学論者でもあった。1857年コネチカット州、フェアフィールドに生まれる。1877年プリンストン大学を卒業後、イギリスに渡り、動物学者の F.M. バルフォア、T.H. ハクスリーラに指示した。帰国後、 1883年プリンストン大学の比較解剖学の教授に就任した。1891年にはコロンビア大学の生物学の教授に就任し、また1896年からは動物学の教授を務めた。1891年アメリカ自然史博物館のキュレーターに就任し、自らが長を務める古脊椎動物部門を設置した。 1908年1933年の長きに、渡り館長を務め、在任中には、同博物館に、世界最高レベルの化石コレクションを収集した。古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープに支持しており、コープの化石コレクションの多くもコープの、死後道博物館に移された。1877年のコロラド州と、ワイオミング州を筆頭に、北アメリカ西部をはじめアジア、 アフリカに意欲的に化石発掘団を派遣した。1897年11月23日、彼はセオドアルーズベルトとジョージ・バード・グリンネルによって設立された野生動物保護団体ブーンクロケットクラブのメンバーに選ばれた。研究の専門は化石哺乳類でこれらの研究から適応放散、平行進化などの概念を立てた。また、 数多くの恐竜類の命名、被災者としても知られ、1905年のティラノサウルスレックス、1923年のペンタケラトプス、1924年のベロキラプトルなどが有名。特にデイノドンの可能性があったライディの標本に対し、より状態の良い標本に響きも良いティラノサウルスレックスを与え普及させた功績は大きい。自身の研究活動や、 研究支援活動を通じて、アメリカの古籍粒動物学の発展に大きく貢献し、指導的立場にあった。本人も大いに自負し時には存在と思われる行為も言ってはいるが、評価は得ている。一方で、オズボンの寄与にはほとんど評価を受けていないものもある。化石哺乳類特に絶滅調微類の研究から、今日では疑わしい説とされるラマルキズムに傾倒した。 抵抗進化説を支持したことや、そこから派生した優勢学に関する活動がこれらに該当する。著書としては多大な影響力を発揮した教科書、哺乳類の時代が時に有名。他に、マンオブ f ザオールドストーンエイジ1915年、ザオリジンエボリューションオブライフ1917年などがある。1926年に、 王立協会外国人会員選出。ウィキメディアコモンズには、ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。